ントセイヤソルジャーズソウル、一丁やってやるぜ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント、クロスをまとい、己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあ、この伝説を君が体験するのだ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うために、ゴールドセイントの立ちはだかる12の球を突破せよ。急げ、アテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度、地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも、追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥木戸光政に全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政に育てられ、木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経て、アテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくため、サンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイント、サジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急げ、アテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の球を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第1の球白葉球を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。
そうか、白妖宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが、先を急がせてくれないか。待ちなさい。あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白妖宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、聖夜。わかった、すまないな、ムー。よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、聖夜たちにクロス。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させたものが勝つのです。